バンジャラモンスターさん、坪井祐介さん、みはるさん、ももさん、りこさん、ありがとう。明けおめでございます。なおくんさん、きょうへいさん、ありがとう。カーテン変えてないや。カーテンまだね、あのいいの見つけてない。石剣マシンさん、ダダダダムドさん、大チョコピマルさん、コウタンさん、アキラさん、ありがとう。ペンシナルムさん、 Thank you。 今日の巻き髪とても好きです。うまい。ほんと？でもこれストレートアイロンでやったんですよ。だからなんかでも嬉しい、ありがとう。セリアさん、リョウスケさん、コウスキ、カミジモノカズさん、マー君さん、ダダダダムドさん、アトムちゃんさん、赤森リンゴさん、ありがとう。初見です、ありがとう。コマニットがかわいい。あ、コテか。バキバキに化粧決まってます。本当？でも10分ぐらいでした、今日のメイク。イエイ。それでは自分でした。でもあんまちゃんと巻いてないよ。巻いて負けてないって感じ。それでは七並べの七並べのメンバーランキング出てるじゃん、すごい。全然やってないのが、前髪いつもと違うかな。七並べの第36回おしめイベントランキングを読み上げていきたいと思います。いきます、いくよ。100位、猫がいないさん。99位、しずさん。98位、アトムちゃんさん。97位、やりたくないさん。96位、トントン21さん。95位、ガッチャンさん。94位、タカハさん。93位、コウさん。92位、トノピさん。91位、マチュルさん。90位、クラゲさん。89位、サカムケさん。88位、マサムネさん。87位、リョウさん。86位、アイルトン佐藤さん。85位、パレットさん。84位、ユウトくんさん。83位、コゲパンさん。82位、ナッカラさん。81位、ココアチアンさん。80位、サメパンザクラさん。79位、堀口るいさん。78位、にゃんまるさん。77位、なみおいくじらさん。76位、たけさん。ん？たけさんさん。75位、SC さん。74位、ドラゴニックオーラさん。73位、のびさん。72位、ともおかぴさん。71位、ゴレヒロさん。70位、キョンシーさん。69位、ダダダダムナさん。68位、ともくんさん。67位、英作さん。66位、寿司屋さん。65位、おじいんさん。64位、トカゲのおじさんさん。63位、ビビさん。62位、サトシさん。61位、ターくんさん。60位、シティリバーさん。59位、イオのマサさん。58位、セイゴさん。57位、ブルーさん。56位、キョウヘイさん。55位、ポッシーさん。54位、晴れの国のしんちゃんさん。53位、モッチョさん。52位、ヒョウさん。51位、リョココさん。50位、シニアさん。49位、デカ枕24世さん。48位、トクさん。47位、チャータムさん。46位、リョータさん。45位、KTM さん。44位、チェスマンさん。43位、ジジちゃんさん。42位、おじいさん。おじいさん面白い。41位、ゴンジーさん。40位、バステイさん。39位、ユウスケさん。38位、雲昇水郷さん。37位、ジャストミトさん。36位、パオシさん。34位、35位、 MI さん。34位、上昇金さん。33位、パープルマスクさん。32位、米印さん。31位、久保地武田学園さん。30位、西平さん。29位、小池香織さん。28位、綱さん。27位、美優さん。26位、たたみさん。25位、ベットンさん。24位、モカチンさん。23位、トゥーさん。22位、クルマさん。21位、つぶつぶゴリラさん。20位、ホンダのバイクさん。19位、カモヤンさん。18位、オヤジーさん。
17位ムッシーさん、16位キミさん、15位タカさん、14位カズ66さん、13位みずほさん、12位バンビさん、11位、裏八丁堀の帝王沖優香さんなんじゃこりゃ、10位タケさん、9位、ナイストゥーシシさん、8位マサジさん、7位トモマーチさん、6位リティさん、5位テンさん、4位 M ケンさん、3位ミホチェブさん、2位トモさん、そして1位はドゥルルルルルンじゃん、オフさんでした。ありがとうございます。ありがとう。はい、ちょっとあのね、髪をなくしてしまい、今回はこれにお書きしました。七並べ第36回締めイベントランキング、オフさん、トモさん、ミホチェブさん、 M ケンさん、テンさん、ありがとうございます。久々に入れてよかったよかった、ありがとう。はい、初めて入れてよかった、おー、ありがとう、ありがとうございます。そしてオフちゃん1位ありがとう。ちょっと症状がね、もう残り1枚とかだったので、そう、オフちゃん Thank you です。で、症状ってなんか結構特別な感じしたからさ、自分の中で、だからなんか症状に匹敵するようなことがなければなって思って、そう、ちょっとなんかおっさんは女の子なんですけど髪を切るって言ってたから、その話を書きました。ありがとう、ふちゃん、ありがとう。パチパチパチ、素敵なお気持ち、いやいや、皆さんありがとうございます。今年は私も七並べをしますね。本当、いや、皆さん私の称号ね、きっと欲しがってると思うので、やっぱやらなきゃなって気持ちになります。うん、またたびさん、きょうちゃんさん、ありがとう。欲しい、うん、本当にごめんなさいうん、本当にごめんなさい。うん、うん、うん、ひじこさん、ありがとう。でも七並べのこのランキング読みしてたらさ、なんかね、あ、めっちゃ久しぶりに名前見るわっていう方が結構いらっしゃるんですよ。なんかお話し会に来られてなかったりとか、のツイッターとかリプとかしないけど、七並べはやってくださってる方とか結構いらっしゃるので、そう、嬉しくなります。久しぶりのお名前を見て嬉しい気持ちになる。そうなんですよ、私も皆さんを嬉しい気持ちにさせなきゃね。
もしかして眠い？なんで？名前でわかるのね、すごいな。わかるよ、もちろん。え、この人まだなんかこの回に、この STU とかに興味を持ってくださってたんだっていうか、しかも推しメンバレるからさ、あれ、あ、私のことまだ見てくれてるんだみたいな思う。うん、でも離れていっちゃったのかなって思うからさ、あんまり会わなかったらさ。夏目さん、おーちゃんさん、お師匠さん、ギルスさん、ありがとう。ゆきさん、石剣マシンさん、ひじこさん、きょうちゃんさん、またたびさん、あまずさん、ざんたくさん、またたびさん、えみけんさん、こうたんさん、きたさん、ありがとう。セリアさん、ありがとう。ただの七並べ好きだったら泣ける。いや、それもそれでいいことよ。宇宙ルームに来るとホッとする。ほんと？ホットホット。今日は1月1日ですが、私は家族で、美穂さん、大崎かみりものカズさん、バンチャのモンスターさん、ありがとう。家族でアウトレットに行ってきました。でね、なんか、あっちに置いとるわ、ちょっと取ってきます。家族で行ってね、そうそうそう、ちゃまのお洋服も、ちゃまのお洋服買ったりとかしたんですけど、最後の最後になんかね、あの憧れというか可愛いなって思ってたアクセサリー屋さんに行って、そうで見よったら、父親が、じゃあクリスマスプレゼントで買ってあげるよって言ってくれたんですよ。イエーイ。明日はみちに習ってカニ食べます。いいな、チャマの服かな。チャマの服はもう下にあるのよ。アウトレットってショッピングモールの名前なのかな。アウトレットはアウトレット、なんて言ったらいいの。いいものって言った。エアコンの音、そう、イヤホンは買ってないよ。なんで。楽しかったです。ヤッホー。カミテルさん、ユキさん、坪ユウスケさん、コウさん、大崎上島のカズさん、ありがとう。そう、それがこちら、じゃじゃーん、上がった。中古商品じゃなくて型落ち商品ですね、多分。型落ち商品がいっぱい置いてあるお店です。じゃけん、何作か前、何シーズンか前のあのグッズがいっぱい置いてあるってことなんじゃない、多分。町のアウトレットの解釈はそうね。え、袋かわいいよね。このワンちゃんが可愛いなと思って憧れてたんですけど、今日はそう、お父さんにショールームで言ってって言われたから購入品を紹介します。綺麗。お父さんがね、父が買ってくれました。で、いろいろ迷ってたんですよ。そし
下2個買ってくれたの。めっちゃ綺麗じゃないこれ。カムカムさんありがとう。まずどうしようかな。なんて読むのわかんない。アガタ知ってる方いる？名前の由来は知らない。まずこちらじゃーん、指輪です。アガサなの？あこれ2連なんですけど、このポチってちっちゃいパール、ポチってちっちゃいパールがついてるやつと、これバラ、バラなんですけど、一見バラって思ったらこの横にねワンちゃんついてるんですよ。見えるかな、見えない、 YouTuber みたいにしてるのに。アガタで合ってるって。なんか私の毛細血管じゃない、血管が見える、恥ずかしい。パールとバラは最強の組み合わせですね。そうなのですかね、そうなのですかね、そうなんかな。そうでも可愛いんです。そう最近指輪を、指輪っていうかアクセサリーをつける系の大人になろうと思って、でも私の指的にここがぴったりなの。どこにつけるとかの意味とかは全然わからないんですけど、よくここにつけるね。前もさ、私がハートのさ、ハート持ってるやつにハマってたじゃん、あれもここにつけてましたもんね。持ってくるわ。これどこのだったっけ、これも可愛いやつ、ハート、ハート持ってるんですよ。手が見えんな。これとかもつけてたんですけど、そうちょっと女性らしいものを購入しました。こっちはねシルバーのねネックレスとかつけたりした時につけてたんですけど、これわかるね、ここら辺でわかるね。人差し指に指輪つけてる人好きです。私ほぼ人差し指か小指にしかつけないから、私のこと好きじゃんはい、これバラがついてるの、こんな感じ。アクセサリーはいいけどピアスは開けないでね。ピアスいいなって思ってた最近、やめとこう。じゃあワンちゃんとバラとパールの共存です。婚約指輪ここでしょ、右の薬指でしょ。ピンキーリングは小指のリングですよ。ブレスレットはねあんま持ってない、持ってたらつけるんだけどね。ピアスの方が絶対楽。そうなんですよね。なんかね思ったんですよ最近、あのピアス開けてるメンバーがさ、なんかイヤリングしかなくて、あの衣装的にで、イヤリング痛い、挟むとめっちゃ痛いよねみたいな。ピアスは引っ掛けるだけだから楽だけど、イヤリングって挟むけん耳がめっちゃ痛くなるって言ってたんですよ。それを聞いた時に私は確かにそういうことかと思って、なんかピアスとイヤリングって変わらんから、イヤリングのままでいいやって思ってたけど、ピアスってそういう利点があるんだっていうのを知って、ああ確かにって思った。年賀状当たりました、震えてます。マジ嬉しい。
クがついてますね。そう、ピアスおしゃれなの。そうなんですよね。耳はいいけど耳以外はやめて。鼻とかおへそとか。人差し指、小指、中指の順に好き。あら、私の順じゃん。ピアスのが絶対楽。綺麗な手してますね。いや、そんなことないです。ちっちゃいんですよ、私の手。やっぱみちは女子力高い。本当？で、血管。血管がめちゃ見えるから好きじゃないんだよね。でも血管フェチの人もいるからさ。いっか。とんがりコーンしかつけたことない。あら。体のバランス変わっちゃう。え？ピアスつけたら？ネックレスはする？そうそうそう。下ピしたらか悲しくなります。ねえ、あんま舌を出す機会ないけど、どうする？2021年私がちょっとあははって見たと、あははって笑った時にさ、ピアスついてたら。みちの手の甲、今まで見た手の中で一番好き。どういうことよ。ゴツゴツしてる。始めます。アンクレットも持ってないな、あんま。ネックレスはつけるんですかと聞かれると、そのうちさん、ありがとう。それは好きになっちゃう。マジか。ね、そう。そしてこれと、私が最近ずっと探してた、じゃじゃーん、うどん食べれなくなる。え、じゃあラーメンも食べれなくなる。じゃあ開けれないね。ネックレス、うわ、めっちゃ指紋が見える。やばいやばい。じゃーん、これまるで中にワンちゃんおって、周りがキラキラしてるの。あのね、ピンクゴールドを探してたんですよ、私は最近ずっと。ゴールドとシルバーはなんかつけるやつ持ってるんですけど、ピンクゴールドあんま持ってなくて、あんまりね、なんかおしゃれなやつしか持ってなくて、まあこれもおしゃれなんですけど、そうですね、ひなっぽいピンクゴールド。確かに。じゃーん。今日のね、ニットもね、ピンク系だから多分似合うんだよね。どうでしょう。あんま分からんね、でもちっちゃいし。この小ささがいい感じ。親からもらいました。なんかつけてたらさ、誰からもらったのって絶対聞かれるから、今日のうちにもお父さんからもらったって言っときなってお父さんに言われたけどさ。ニットとネックレスはいい、それくらいがいい。ほんと？いや、今日アウトレットで買った。
ってもらいました、親に。一生もの、そうだね。さすがお父さん。そうそう。でもここでそうやって言っても聞く人はどうせね、聞くし、聞いたとて本当のことを言うかあれなんですよ。一味中にコッコさんトルブの初夢いいね。そう、最初はね、今日絶対ショールームで言ってって言ったけんさ、あ、父さんはクリスマスプレゼントを娘にあげたことを言いふらしてほしいんだなって思ったんですそしたらちゃんとした理由だった。クリスマスプレゼントもなかったね。あ、親からもらった、母親から。これ2段階の長さにできるんですよ。1個短くした、このぐらいがいいね。村勝オンリーユーさん、りょうやさん、そうまこたろうさん、りくさん、ありがとう。うん、シャンプーの CM に出てきそう。本当？そんな髪の毛ツルツルじゃないよ。自分でも買うことあるの？でも自分で買ってますね。結構アクセサリー、アクセサリーというかネックレスが好きなんですよ。だからネックレスはよく自分で買う。可愛くない？あんま見えんか。どう？はい、どう？明けましておめでとうございます。今日もお疲れ様。お疲れ。おめでとう。アクセサリーってプレゼントでも送れるの？うん。またたびさん、ありがとう。1万円以内なら。外羽ね、そう。あんまりカジュアルなごついのしてないイメージ、あんましないね。髪のふわふわ感とニットとネックレス、イエイ。スランプくんさん、ありがとう。見ないでどうやって長さ変えました？手の感覚ですね。ムラザより可愛くてよかった。ほんと？最近文字を入れるあれが技術を得たからさ。髪型含めて全てのコーデが100点。ゆるふわ女子、イエーイやったぜ。全然眠そうじゃない。2021年はできるだけメイクをして寝落ちをしないように可愛い女の人で行くんで。群馬のまっちゃんさん、ありがとう。お正月はゆっくりできますか？うん、もうゆっくりしすぎてって感じだから、明日はちょっと早く起きて、あのお部屋をもうちょっと改造しようと思う。今日からメール始めました、よろしく。ありがとう。小さな目標。そう、かなり久しぶりに配信来たけど、道の配信見に来ると落ち着く。ありがとうございます。寝落ちしないようには無理じゃん、かわいい。あん、無理だと？いつの間にかできるだけがついた。福島太郎くんさん、ありがとう。寝落ちは絶対にしてほしい。ウケる。私この3日間で2キロ増えました。
マジ?3日間か。体重計乗ってないな。乗ったけど乗ってないな。寝落ちってバンされなきゃセーフ。でも私バンされたことないんだよ。かわいいネックレス、ピンクゴールドってなんかめっちゃ女性って感じするからさ。そう、ね、寝落ちバンされたら、でバンされたらあれなんですよ、その皆さんからのギフトとかが全て無効になるって感じぐらいですよね。でもあと48っていうか STU の運営さんになんかショールーム誰々がバンされましたっていうなんか LINE がいちいち届くらしくて、まあ、それに乗ると恥ずかしいですよね。なんちゃらでバンされましたみたいな、それちょっと恥ずかしい。今日おきちゃんされてた。マジ、なんで、おきちゃん何しでかしたんですか。またおきちゃんギリギリ攻めるからダメだよおきちゃんだってお風呂入りながら配信って意味わからんし、本当に。あ、お風呂でダメだったんですか。だ、服着てお風呂入った。そうだよ、服着てなかったらやばいでしょ。服着ててお風呂もやばいけど、お洋服着てお風呂なんて入らんでしょ普通。本当に起きちゃうわよ、ギリギリを攻める変な人だ、やばいやつだよ。マシちゃん今日の早朝のやつめっちゃバンされてたじゃあ私すごくない、昨日さ何もされずに健全なる平和な配信をしてたじゃん。すごい人数見に来てた。まあそれはいいんだけどさ、たまにやりたくなる症状はある。福風呂、福風呂っていうの面白いな。コンプライアンスは守ってます、ギリギリね、ギリギリで。それでは壇上を読もうと思います。13位カラフルメリー22さん、12位キミさん、11位オフさん、10位スノッチさん、9位ブルーさん、8位ダダダダムドさん、7位アモズさん、6位セリアさん、5位 M ケンさん、4位コウさん、3位坪井ゆうすけさん、2位ギルスさん、そして1位はドゥルルルンジャン、コウタンさんでした。ありがとうございます。そして今日のラッキーナンバー22位はドゥルルルルンジャン、トモオカピさん、ありがとう。それでは今日も一日お疲れでした。ありがとうラバイチラパースミッツ。早起き、早寝早起き心がけよう。ではね、また明日、バイバーイ。